どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけどもこちら、ハンター×ハンターコラボの隠れ強キャラ、フェイタン使っていこうと思います。はい。このキャラですね、バインド封印スキブさんボイス持ちで、16ターンで変身できるキャラです。HP50% 以下でのみしか使用できない代わりに16ターンで変身できるキャラなんですけど、ちょっと変身後が結構やばいことになってまして、まず覚醒がバインド封印に 50% 以下強化3個持ちです。はい。まあ、スキルが 50% 減少スキルなんで、毎ターン 50% 以下で殴れるんで、確定で発動しますと。50% 以下強化3個持ちに、さらに無効貫通が合計4つ持ってくれてます。さらに陰の加護、陽の加護ですね。陽の加護を持ってくれてるから、陽の加護で攻撃力が5倍出せます。この時点で倍率が 11,723 倍あるんですね。11,723 倍覚醒に加えて、攻撃力がなんと衝撃の数値こちら、3万超えてます。はい、3万攻撃力あるんで、まあ、通常のキャラだったらこの時点で6万倍分ぐらいの火力が出せて、まあ、さらにこれにね、無効貫通がね、武器としてついてますので、合計火力で41,000 倍かける3万の攻撃力を持ってるっていうね、ちょっとやばすぎる火力持ってるキャラなんですよ。で、何がやばいかっていうと、この覚醒スキルの発動条件が無効貫通組むだけなんですよね。コンボ数とかでもなくて無効貫通組むだけで発動しますし、さらにスキルもね、50% 減少と、1ターン上限60億、自分の攻撃5倍、6解除3色陣持ちで、上限60億に自身攻撃5倍で若干エンハンス返しどころか、火力も単純に5倍出ます。なんで、もうありえない火力が出せて、しかも3色陣6解除持ちということで、マジで強いんですよね。で、リーダースキルは、闇火の同時攻撃でダメージを軽減固定1000万ダメージ、HP50% 以下で攻撃力が11倍、闇の全パラ 3.5 倍です。実質 HP5 倍にね、実質 HP5 倍あって、軽減もあってね、固定1000万弱いわけねえじゃんってことで、攻撃力も 38.5 倍あるんでね、今日はフェイタンループを76で使っていこうと思います。フェイタンって、6解除3色陣なんですけど、6号運用してる場合っていうのはめちゃくちゃ弱くて、6号の場合って、盤面運が良くない限り一生弱いんで、はっきり言って6号のフェイタンは弱いです。ただ、76で運用すると、普通に無効貫通がかなりの確率で組めるようになるので、一気に評価上がるんですよね。なんで今日はフェイタン76運用していこうと思います。76メレームと同じ感じでね、76の方が強いんですよね。ということで編成の方を紹介していこうと思います。やっていきましょう。まずはリーダー伯です。スキブ、遅延4つにこちら、抱き吹き継承ですね。はい、抱き吹き継承です。で、からのこちら、フェイタンです。遅延4つ神キラーに突に、こちら、イーリア武器継承してあげて軽く出していきます。フェイタン火力枠です。で、プフですね。プフでリーダーチェーンしていきます。アシスト無効回復、遅延2つに、飛空艇ハイウィンドウ継承。そしてシエルです。回復努力をルーレット回復洗剤に遅延2つ。そしてこちら、ミツネイ武器継承で、シエルで回復力ゴリゴリに持っていきます。回復努力を合計8個持ってます。シエルはね。フェイタン、遅延4つ神キラーに突に、こちら、炭治郎武器継承で、ラスト、フレンドのフェイタンですね。今日、ちなみにもちろん、陰の加護、陽の加護か。陽の加護使いたいんで、裏まんじで使っていくんですけど、フェレンさん、こちら、遅延4つ神キラーに突に、こちら、竜&剣武器継承の、フェイタン使っていこうと思います。という感じの編成ですね。もうどう考えてもフェイタン強いんで、今日は裏まんじゅうで遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずは抱き武器打ってあげて、HP2 倍にしていきます。はい。で、からのフェイタン3枚変身していきましょう。ネイ武器打ちます。はい。で、からの1コンボ3回組んでいきます。はい。もうずらして1コンボ。はい。で、1コンボ3回組んでいきます。こんな感じで。OK。これで HP 全回復で耐久。で、からの1コンボ組んで耐久です。はい。そしたら、プフ変身でリーダーチェンジしていきましょう。で、からのフェイタンループ開始して、控えめの正方形で殴っていきましょう。いきます。はい、こんな感じで、回復音消しを含みながら、控え身の正方形組んでワンパンしていきます。もちろん両方組めたら強いですが、火の正方形だけども十分すぎる火力。今、リーダーのフェイター皆さん見えました。無効間1個で、3属性目60億60億だからね。マジで火力バグってるんですよね。で、2階層もフェイター打ちましょう。ちょっともう一回見ててください。いきます。はい。これで自信エンハンスあるので、若干エンハンスも返してあげて、無効間で殴っていきましょう。これでいいです。はい。こんな感じで闇の無効貫通だけ組んであげて6コンボです。さあ、もう一発見てください。こんな感じです。火力高すぎだろ、マジでこれ。おかしいですね。で、まあ続きまして、3階層です。3階層は初手ずらします。はい。しかも、まあ、フェイタン使えばほぼほぼ組める盤面になるっていうのも偉いっすよね。そう、ほぼほぼね、無効感組める場面になるからね。まずこれで1コンボ組みましょう。はい。もう結局関係ないんで、別に火闇組んでようが。まずこれで一発耐久です。はい。ザラシで1ターン耐久からの、シエル使って正 OK 組んでいきましょう。シエルフェイターン打ちます。はい、これで闇の無効貫通組んで殴っていきます。火闇どっちでも大丈夫なんで、好きな方の無効貫通組んであげて、さあ、これでフェイタンの火力60億。火の無効貫通組んだ方が火力の高さは伝わりそうやね。フェイタンはもちろん無効貫通組まないと火力は結構控えめです。当たり前だけど。無効貫通組むのが前提なキャラやね。ここプフ打ちましょう。76番面拡張していきます。シンプルにプフが強すぎる。来た、火の無効貫通ですね。火の無効貫通組むとリーダーに注目。火の無効貫1セット組むだけで、さあフェイダーの火力60億。これとんでもないですからね、マジで。ちょっとまだ今無駄なんで闇と火の無効貫通組んじゃないですけど、まあ後々ダブル無効貫通もちろん組むんで楽しみにしててほしい。どんぐらい火力出るかっていう話を。4階層白使いましょう。ダブル吸収発動です。はい、からのフェイタン打ってあげて、これで殴っていきます。はい、もう闇の無効貫通で十分ですね。これでしっかりワンパンしていきます。はい、突破です。さあ、続きまして、5階層です。で、まあ 30%、30% 軽減なんで、言うて半減分くらいの軽減値はあるんで、普通にここも受け切れます。はい。ドーン、こんな感じで。で、ここも正 OK 組んでワンパンしていきます。フェイタン打ちましょう。はい、もうとにかく海峡消しだけ含みながら無効貫通組んであげて、またフェイタンの闇の火力でしっかりとワンパンしていきます。こいつ最初さ、ネタキャラだと思ってたんだけど、プフの実装によって76運用がめっちゃ容易になっていて、しかも無効貫通の火力超高いんで、実はこれめっちゃ強キャラっすね。これフェイタンやばい強いよ、本当に。フェイタンマジ強い。で、ここフェイタン打ちましょう。で、正 OK で殴っていきます。実際フェイタンさ、65だとさ、6運用はすごい弱いと思ってたからあんま使う気なかったんだけど、76運用した場合これバケモン強いな、一気に。やっぱ76と65ってね、無効貫通組める割合がもう桁違いなんで、やっぱ強さが全然違いますね。7階層、ここは正 OK 組んで殴っていきます。フェイタン打ちましょう。はい、これでジャッカドロップも消しながら殴っていきたいんで、こんな感じちゃんと無効貫通組みながら盤面全体検知してあげて突破していきます。さあ、8階層です。挑戦はシエル使って火の正 OK 組んでワンパンしていきます。まずはシエルからのフェイタン打ってあげて、でも42個あるんでね、盤面がほぼほぼこんな感じで、多少偏っても火の無効貫通組めるっていうのが多いと思います。もちろん組めない時もあるんですけどね、こんなん言ってても76だろうと。基本的には組めることが多いんで安心ですね。で、ここは必ずシエルのね、激減を利用して突破していきます。シエル激減ないとめちゃくちゃやばいんで注意です。はい、こんな感じで軽々ワンパンできる上に、しっかりと9階層はシエルの激減で受け切れます。はい、一番気分がいい。で、ここは白2ターン貯めてから突破していきましょう。OK、2ターン耐久してあげてから、じゃあ白打ちます。で、これでダブル吸収無効発動からの突破していきましょう。ちなみに鎖骨城以外は白使わずに突破できます。鎖骨城だけ大外れって感じですね。まあ仕方ないけどね、別に。絶対ダブル組む必要ないよなと思いながらダブル組んでいきます。はい、白使って正方形でワンパンできます。はい、ダブル組む必要はありません。うわ、もうダブル無効貫通の火力ネタバレしてしまったけども、当然ながら完全完走です。当たり前だけど、この遠征でダブル無効貫通組むってことは308億が確定します。はい、10階層です。ここちょっと耐久してから突破していきましょう。プフ打ってあげて、76番目に戻してあげてから、耐久します。こんな感じで。OK、そしたら倒していきましょう。フェイター打ってあげて。OK、やっぱ76の強み出てますね、これ完全に。はい、これで闇の無効貫通が必須なんで、闇の無効貫通で倒していきます。はい、8コンボです。76じゃないと今の絶対無効貫通組めてねえからな。やっぱ76の強みだよ、今のが。で、11階層です。あ、言うてでもフェイタンってね、無効貫組めなくても耐久できるから、それも強いんですけどね。やっぱりでもね、76運用の方が無効貫安定して組めるから強いですね。はい、ルービーは、もう何でもいいから背負け組めば倒せると思います。はい。こんなんで十分です。はい。はい、火の正方形組んであげて、無効貫通ワンパンしていきましょう。突破です。まあ、続きまして、12階層です。期間は1ターン待ってから突破しましょう。こいつ意外と危ないんで。うん。で、からの、白からのフェイタンを打ってあげて、ツーパンしていきます。はい。盤面10コンボ組んで突破する必要あるんで、平積み分割していきます。はい。これで、闇の無効貫通含みながらの12コンボ組んでいきましょう。おい、平積みでもこんだけ回復するんかい。平積みでも回復力高いんかい、この編成は。すごいな。回復力し組まなくてもこんな強いんだね。もう何でもありやん。13階層です。牛魔王は3ターン耐久してから突破していきましょう。なんか限りなく外れキャラしか引いてないんだけども、それともフェイタンが強いんで全然問題ないですね。OK、倒していきましょう。じゃあここもフェイタン打ってあげて、無効貫通で殴っていきます。はい。こんな組む必要ないしな。はい、これでまあ無効貫通組んであげてワンパンしていきましょう。絶対控え身の無効貫通どっちかで倒せるんで、好きな方無効貫組んであげて突破してください。ナイス。あ、何がともあれ強いから OK。 さあ14階層です。14階層はプフ使ってあげて、火の正方形プラス回復列組んでいきます。まずはプフ使いましょう。フェイタン打ちます。はい。いきます。はい、これで回復の列含みながら火の無効貫通組んであげて、ルーレット全消ししてあげつつ無効貫通、火の火力強すぎ、ぶっ壊れ、チートワンパン。さあ続きましてボス階層です。ボス階層はシエルからのダブル正方形2回組んでいきます。まずはシエル打ちましょう。76番面だからこそもうシエル打ってあげてからフェイタン打てるんですよね。シエルからのフェイタン打ってあげて殴っていきます。はい、いきます。76じゃなかったらこの立ち回りってリスキーかもしれないけど、76においてはもうほとんど全く問題ないですね。よいしょ。こんな感じで。はい。火と闇の無効貫通含みながら適当に回復も組んであげて、750万回復やりすぎた。でもこのフェイタンのぶっ壊れチート火力。3体全部カンスト。やばくない ?3000 カンストで3000カンスト。で、からのラスト、フェイタンを突破していきます。まあ、ということでね、今日はフェイタンループで遊ぶ動画でした。いかがでしょうか？マジ強くない？フェイタンループ。楽しいし、最高だよな。いきます。まぜひともですね、フェイタン引けた人には必ずこの遠征使ってみてほしいですね。マジで、裏マンジとかだと、インの加護でフェイタン一生無双してくれて、火力とんでもないっす。めっちゃ楽しいキャラなんで、ぜひよかったら使ってみてください。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。